旧本郷家住宅は、秋田県大仙市角間川町にある、近代和風住宅。国の登録有形文化財。旧本郷家住宅の建造物群は、江戸末期、明治、大正、昭和初期の、各年代の建築物の特徴がよく表されており、当地方における、近代住宅の展開を示す。 建築物群として建造物造形の基盤として価値が高く当時の建築を知る上で非常に貴重な建築物群の一つであり大仙市をはじめ秋田県の歴史を語る上でなくてはならない文化財の一つである2017年3月に旧大当主の本郷元から文化財登録建造物とその敷地が大仙市に寄贈された二千十九年四月から 石雪器を除く、通年公開が開始されている。主や玄関以下の4件が、国の登録有形文化財に登録されている。本号家には、近代造園の祖と称される、造園家長岡阿弥による彩りにわずが、現存しており、現在残る庭園の造園に反映されていると、考えられることから、今後、敷地内の庭園造園の遠隔等も含めた、さらなる文化財調査が求められる。 元禄の,の終わり頃、小衛なる人物が、現在の横手市本郷地区から角間川に来て、能登や兵衛方に奉公していたが、その働きぶりが評価されて、現在地のあたりに独立した。同人が本郷家の初代で、以降七代まで吉右衛門を襲名した。本郷の名字は、初代の出身地にちなむものである。三代吉右衛門が、 18世紀末から19世紀にかけての頃、角間川一帯で商いを大きくし、財を成し、間口も逐次広げていき、その頃以降、代々農地を集積して、財方商人地主としても成功し、明治期には秋田県屈指の大地主となった。本郷家の商いは、大物川の修運と深く関わっていたが、1905年の大宇本線開通により、 周運が衰退し、角間川の繁栄にも陰りが見え始める。それでも1924年の農務局の調査では、まだ345町部の農地を所有していたことがわかるが、第二次世界大戦後の農地改革によりそのほとんどを失った。本郷家は、秋田の腐れ米の改善に取り組む秋田改良者の設立に関与したり、小物川通船貨物保険の運営にあたるなど、 地域の農業や経済の発展に大きく貢献している。小物川集運により、角間川が繁栄を極めていた、明治中期に発行された、秋田県大地主名館には、池田仁之助や辻平吉家に次ぐ、秋田山、大地主として記されている。1881年の明治天皇の東北、北海道五巡行の際に、本郷家には、 天皇の旅先の御所となる安在所が置かれ、当主が一人配越を許されている。詩人、本郷隆は七大吉右衛門の三男として、この家に生まれ育った。1949年に、中央公論社に入社後、公越の仕事の傍ら、草の新兵ら著名な詩人たちとの交流を深めながら、詩作や詩を論じる著作に情熱を傾けた。詩集、石化集の刊行により、 1971年、死の世界では最高峰とされる、藤村記念、歴定賞を受賞している。他方、郷土への思いも深く、地元を中心に小中学校の校歌の作詞を多数手掛けた。中でも、本郷隆作詞による、大曲中学校校歌、よく行きよわ高度よは、大作として知られる。秋田県大仙市の南端に位置する角間川町地区は、 秋田県の内陸南部に広がる日本有数の国葬地帯である横手盆地の中央部に位置し盆地西園を北に向かって流れる秋田の母なる川とも称される尾物川とその支流の横手川の合流点に位置している。角間川は関ヶ原の戦い後に海域されたこの地方の豪族小野寺市の城主閣を含む旧七72人が慶長7年に 佐竹藩に士官を願い出て、海津繁栄門の利ただ組下の求人となり、侍の身分を持ちながら、農夫として荒れ地の開墾を行い、新田開発により今日の基礎を築いた。江戸時代に、角間川港が米国を中心とした物資の集積地、また、生活物資等の集産地として、周運の要衝に位置づけられ、商業的な地主が成立し、 明治期には県内を代表する地主町として広く知られ、角間川は大いに繁栄した。近世におけるうち、町と外町といった町割りは、大仙市内において特徴的であり、現在でも内町には、侍町の特徴を表す鍵型の通りが残っている。2019年4月24日、内町の旧落合川区敷地に現存する旧本のもみ群が、 大戦士指定天然記念物に指定されている。この9本のモミ群は、角間川聖人と慕われた中学者、落合安ずつつみの生誕地に所在し、江戸後期に植えられたと考えられる。山間部において自生する群落林は、他でも確認されているが、平地の町場でのこの規模の群生は珍しく貴重である。モミ群は、北西からの季節風などを防ぐ、防風林、防火、 屋敷が来い、出生や家の繁栄を願う縁起の良い木、旧人屋敷としての家の格式の故事、土地の有力者を表す目印などの役割が想定でき、角間川旧人屋敷の屋敷割りや、角間川地区の歴史的環境を語る視点からも重要な遺産である。現在個人住宅敷地であり敷地内へ入っての見学は不可。指導側からの持ち管見学は可能。 角間川町地区に残る尾物川周運の歴史を伝える建造物群等を生かした町づくりが現在大戦史により進められている。基本計画が策定されており、事業期間は平成28年度令和7年度までの10年間で、前期5年で建造物の保存修理や改修が行われる計画である。整備事業の一部に国交省所管の 空き家対策総合支援事業補助金が活用されている。旧本郷家住宅を中心に隣接する、同じく近代の大地主であった、旧北島家住宅、旧荒川家住宅の三谷の屋敷群、角間川ご人衆の一人である、旧最上下住宅、角間川港に現存する、明治初期建築の浜倉などを回遊できる町内のゾーニングや、 街歩きガイドの要請などが計画されている。ありがとうございます。